遅かったな、デイロン。フロン、フォロンが入院したって本当なのか？ああ、急性盲腸炎だそうだ。ごめん、急にお腹が痛くなってすぐに水論に見てもらったんだけど。腹膜炎を起こしかけていてな。手術は成功したが、一両日はベッドから動けない。どうするんだよ。フォロンは明日上海との取引に行くはずだったじゃないか。その通りだ。しかも無用な争いを避けるため、お互いの代表は女性にすることに決まっている。だからフォロンが行くはずだったんだろう。相手はグレートワンの側近中の側近、マダムバタフライが出てくるそうだ。どひゃー、フォロンの代わりを立てるとしても、それに見合うだけの人物でなければまずいな。俺たち四天王に匹敵する女なんていないぜ。まさかクルミとかに行かせるわけにもいかねえし。当たり前だ。ここは我々四天王で処理する。俺たちで？まさか女装していくつもりかよ。それが最良の方法だ。冗談だろ。冗談ではない。こんなことで上海に弱みを見せつけるわけにはいかないし、女同士という約束を違えれば上海との全面戦争の火種ともなりかねん。弱みを見せつけるというのはどうかと思うが、やむを得ないということだな。ということで問題は誰が行くかだ。俺は嫌だぜ。そんな変態みたいな真似できるか。なあ、ひどい。それじゃまるで俺が変態って言われてるみたいじゃないか。似たようなもんだろうが。いい加減にしろ、デイロン。これも竜王者のためだ。俺は絶対に嫌だ。大体俺みたいなごつい男が女に見えるわけねえだろうが。それを言うなら、骨格的に見ても私が女に見えるとは思えない。じゃあフーロンが女装するしかねえじゃねえか。私に女装しろというのか、デイロン。いや、そのもし俺に決まったとしても着れる服がないだろう。こんな図体なんだからさ。その点は心配無用だ。男が着れるサイズのチャイナドレスを用意してやる。うわ、チャイナドレスがいっぱい。しかも今年の流行色が全部揃ってるよ。無論だ。そのあたりは抜かりはない。えらく手回しがいいな。こんなこともあろうこと、私が自前で用意しておいたのだ。ブティックに特注でな。自分で着ようと思って揃えてたりして。だ、そんなことあるわけないだろう。冗談だよ。何そんなに慌ててんだよ。いや、別に。せっかく揃えたんだから、フーロンが着ればいいじゃねえか。結構似合うと思うぜ。そうか。だが服は着れたとしても問題は顔だな。すぐに女装とバレてしまっては意味がない。そうだよな。フォロンみたいに顔立ちが元から女っぽいって言うならともかく。ぬ、デイロン、貴様は私の顔が整っていないとでも言いたいのか。女装してもすぐにバレると。そうじゃねえよ。何が怒ってんだよ。怒ってなどいない。まあまあ、50歩100歩じゃねえの。顔ならメイクでなんとかなるはずだよ。俺が持ってる化粧品ならそれらしく見えると思うし。コントみたいにおしろいで顔をはたくのかよ。違うって。ファンデーションは厚くすればいいんだよ。いや、ここはナチュラルメイクだろ。フーロン、厚化粧は良くない。こんなこともあろうかと、私の方で春の新作を取り揃えておいた。うわ、すっごい。俺これ欲しかったな。全て揃えてある。今年のテーマは自然体のあなたでハートをゲッチュだそうだ。ハートをゲッチュ。上海の連中にバレなきゃいいだけじゃないのか。いやまあそれはそうだが、どうせやるなら完璧を期すべきだ。中途半端な女装では竜王者の、いや白雲様の威信に関わる。そういう問題なのか。だったらフーロンが行けよ。それはいや、もちろん他に適任者がいないのであれば私がやってもいいのだが。よし、フーロンで決まりだな。賛成。そうだな。眼鏡を外し髪を下ろせばそれなりに美人に見えるのではないかな。うん、やむを得ないな。気は進まないのだが。本当かよ。なんか嬉しそうだぞ。変なこと言うな、フォロン。私はあくまでも白論様のために自分の気持ちを押し殺して。バシ。分かった分かった、頼むぞフーロン。任せておけ。私としてはこのワインレッドのドレスが似合うと思うのだが、どうだろう。はい、スイちゃん。あ、いやスイロンだ。何？そうか、分かった。どうした、水路。上海からの連絡で取引を来週に延ばしてほしいそうだ。向こうの代表が盲腸で入院したらしい。なんだと。よかった。だったら俺が行けるよ。
最初からこうすりゃよかったんじゃねえのか。まあ何にせよよかったな、フーロン。そうか、まあいい、また機会があるさ。すまん、ちょっと気分が悪くなった。なんかフーロンすごく残念そうじゃなかったか。もしかして本当はすごく女装したかったのか。まさかな。